はい、こんばんは、松田です。お待たせしました。はい、ということでね、あ、画面が違う、こっちか。はい、皆さんこんばんは、松田です。アートな夜始めていきます。今日ね、今ね、ちらっと、上のカメラで、撮ってたんで、上からちょっとね、見えたと思うんですけれども、まあ、この前回、書きましたこのね、羽ばたくという、のを、まあ、聖書に入っていきたいなというふうに、当初僕はずっと考えてたんですけど、なんかね、サムネをね、見ていただいたらわかるかもしれないですけれども、無理かもって書いてあったと思うんですよ。で、僕ね、聖書に入っていきたいんですが、どうしてもね、イメージが湧かなくて、今ね、一応いくつかの画材を用意してて、まあ、一つはこういったもうキャンバスですよね。で、羽ばたくと書いた、もうすでにタイトルを書いているものを一つ用意していて、で、これに書くか、あともう一つはこういったもう画用紙ですよね、いわゆる画用紙に水彩とか色鉛筆とかで書いていくのか、はたまた、願いの大地とか希望の海とかと同じように、A2 のサイズですかね、あれは A2 サイズで、色鉛筆でね、着色していくボールペン画という形で作っていくかという部分を、僕ね、ここ数日ずっと考えてるんですよ。どれでいくべきなのかと、ね、どれでいくのが一番この絵の、なんていうのかな、個性にね、合っているのかとかっていうことをすごく考える。で、はたまたこういうアクリル絵の具でもって、ざっともうね、ほぼこれなんて下書きも書かずに、勢いで仕上げちゃったんですけど、こういった、まあ、本当にアクリル絵の具でガガガンと勢いでやっちゃうっていうのも、まあ、一つのね、選択肢として考えてはいるんですけど、まあ本当ね、どうしたもんかなというふうに思っていて、まあ、もう迷いすぎて答えが出ない、出せないので、答えが出せないのに今日無理くり答えを出して無理やり走っていくっていうのがちょっとね、僕としてはなんか違うのかなっていうふうに思って、で、今ね、まあ、正直迷ってるとこなんですよ。どうしようかなと思って。あ、ビレッジ T シャツ素敵ですか、ありがとうございます。これね、この T シャツが、今日はいい感じのやつを着てます。はい、で、あ、シノティがちょっとハレーション気味ですね、と。本当ですね、確かに。ただこれをね、僕が直そうと思うと、もうあっち側に回らなきゃいけないんで、ちょっとややこしいんで、ここにいますわ。はい、どうしようかな。なのでね、ちょっとまあ、書き始めたいなという思いはあるんですけど、ちょっと迷ってるっていう感じですかね。もう一度だから上のカメラ一回切り替えますね。ドカンと。で、僕を出しますと。そうすると、まあ、こちらですよね。今この状況。まあ、もっとよく見えないか。こっちの方がよく見えるかな。今ね、こんな感じ。で、まあ、この子をいかに効果的に描いていくかというところを、僕は今すごく迷ってるとこなんですけど、まあ、絵のね、雰囲気的に、まあ、本当にね、どんな描き方がいいのかっていう部分では、僕は今二分してます。二つに絞られていて、まあ、ボールペン画とアクリルかな。まあ、あとはもう一つ、この鉛筆、もうザ鉛筆デッサンっていうね、形もまあなしではないかなっていうふうに思ってて、まあちょっとね、今とても迷っている状態です。はい、まあね、とりあえず、ご質問コーナーやりながら、少し考えて今日のね、やることを決めていきたいなというふうに思います。はい、なので、よろしくお願いいたします。じゃあね、いきますね。ドドン、来世は来世レイさんですね。来世はどんな職業に就きたいですか、と。はい、ありがとうございます。来世ですか、考えたこともないですけどもね。まあね、そんな余裕は今僕はないかな。なんでしょうね、今今世のことをね、考えてるのがもう必死ですけれどもね。はい、なんでしょうね、まあ来世ってことはだから未来でしょ。未来に、まあ、俳優という職業がね、
あるんであればもう一回やっぱりやってみたいなっていうのはありますけど、うん、でもね、コンゼでやりきっても満足ってなるかもしれないので、ちょっとそれはね分かんないですよね。うん、まあ、あとは会社経営をしてみたいというのはありますね。うん、これはね、あの僕の周りが経営者の友人が多いん で彼らを見ていると本当に楽しそうに仕事をしてて、なんかね、本当文化祭がそのまま大人になったようなね、楽しそうな感じがあっていつも羨ましいので、うん、そうですね、楽しい会社の経営者とかですかね。はい、レイさんありがとうございます。はい、続きまして、どどん、オンラインサロンをお始めになって良かったと思える瞬間はどのような時なのでしょうか。アートな夜をご覧になっていて、もし迷っている方がいらしたら、私は毎日楽しいですとおすすめしたいですと、ムーンさん、はい、ありがとうございます。ね、これどうでしょうね、思える瞬間っていう意味ではまさにここっていう感じじゃなくて、もうずっと思ってるかもしんないですね。その何でしょう、なんか朝起きて一日が始まりますという時に、なんだろうな、まあ、最近ねあんまりこのおはようございますとかって言ってないですけど、 ML ビレッジっていうオンラインサロンなんですけど、このビレッジがある安心感っていうのかな、うん、それは別に僕がおはようございますって言ってなくても、ビレッジはそこにあって、でビレッジに参加してくださってる方がそこにいて、で僕がいない時にもいろんな話題で盛り上がってくれてたりとかする。でその皆さんっていうのは僕が、まあ、この俳優という仕事に打ち込むとか、俳優のみならずその周りのいろんな仕事もそうですけど、まあ、このアートの夜もそうですし、こういった何かに打ち込む時にやっぱりなんていうのかな、一番近いところで見てくださってるっていう感じがあるんですよね。で僕よく認知度のレイヤーっていう、この間ねガットイン TV ご覧になられた方は あの時も言ってたなっていう感じかもしれないですけど、認知度のレイヤーっていう言葉をよく使います。でそれはね仕事関係の人たちと話す時によく使うんですけど、まあ本当にね僕のことをパッと見て、あこの人何だったっけ、俳優さんだよな、名前は知らないんだけどっていう人もいれば、僕のことを全く知らない人もいて、でそうかと思えば僕のもう出身地から家族構成から、人生のね半分ぐらいの時間の流れを全部知ってる方もいるっていう中で、この今メガルカリオ様っていう方がね、仮面ライダー龍騎の人って、仮面ライダーナイトっていう風にねおっしゃってますけど、そういうこと、龍騎でしか僕を知らないっていう方もいるし、逆に龍騎での僕を知らないっていう方もいるんですよね。でそれはやっぱり僕のことを知ってるっていう方の中に、知ってる、その知ってる度合いのレイヤー層があるんですよね。でそういった意味で一番深いところにあるのが ML ビレッジなんですよ。で ML ビレッジでは、まあ、中の人はねご存知だと思いますけど、こんなことまで言っちゃうのっていう話もよくします、ものすごく。なのでアーカイブ残しませんとか言って動画配信をしたりとか、もう本当に今この場にいる皆さんの秘密にしといてくださいねがすごく多い、うん、っていう意味でやっぱりね、そういういわゆる認知度のレイヤーっていう、僕がねよく使う言葉で言うと、一番深い層にいる方々が集い合える場、本来ならばどんな深い層にいる方でもバラバラにいるわけですよ。で全然知らないところで同じだけ、例えば僕だったら松田聡のことを詳しい人がいる、でもその2人っていうのは出会わないこともあるわけですよ。出会わないことの方がほとんど。なのが僕のことにめちゃくちゃ詳しい、ものすごく認知度のレイヤーの深いところにいる人たちだけで構成されてるビレッジ、村があるっていうね意味で、まあ、僕はもうどんな瞬間にも、いつ何をしてる時にもビレッジができてよかったなというふうに思ってます。はい、ムーンさんありがとうございます。はい、続きましてドガン、今足の骨を折ってしまいリハビリをしているところです。サトシさんはドラマや映画の撮影で大きな怪我をされたことはありますかという、はい、マキコさんありがとうございます。これね心配ですけれども大丈夫でしょうか。足の骨ね、大人になってから折るって本当大変だと思うんですけれどもね、うん、
僕このご質問なんですけど、僕はドラマや映画の撮影で大きな怪我をしたことがあるかと、まあ、いくつかあります。あの骨折は多分ないのかな、骨折はないかもしれないですけれども、頭を怪我して病院に運ばれてっていうのはね、かつてあのダウンタウンデラックスさんに出させていただいた時にエピソードトークとして、しましたが、ヴァンパイアホストというドラマに出ている時にカメラがここ目の前にあって、でそのカメラの画角はこれぐらいなんですよ、僕の顔の周りぐらいで、このカメラの画角の中で僕が一瞬にして横にシュンと逃げるというシーンがあったんですよね。でそれをあの VFX で早送りに、早送りっていうとなんかすごい古い昭和の表現ですけど、まあスピードを変えてドーンとこう消えてるような、そして煙のエフェクトを出してさも僕が消えたかのように、するというねエフェクトがあったんですけど、それをやるときに、まあ、みんなもう撮影に集中してたんですよね。良くも悪くも僕も含めもうみんなが撮影にこう集中してて、夜中の2時か3時だったと思うんですけど、で僕がカメラのこっからバンって切れたら、ここに工場だったんですけど上から重機が垂れ下がってて、でその重機に思いっきりポンとぶつかっちゃって、もう血が止まらなくて、で救急車をすぐ呼んで撮影は中止で、病院に行って、あの先生がね、夜中の3時なんで宿直の先生が出てこられて、でもう宿直なんで不機嫌なんですよね。で不機嫌な先生がもう何ですかみたいな感じで出てきたら、僕はまあここ怪我して血が垂れてるのはそうなんですけど、その前に撮影で僕はいろんなところ銃で撃たれてるんですよね。で僕はヴァンパイアなんで銃で撃たれても死なないっていう設定で、いろんなところを銃で撃たれて、斧で叩かれて、斧がここに肩に刺さったような状態で現場に入っ、あの病院に入ったんで、なので頭は血が出てるんですけど、ここは大きく切れて洋服もボロボロで血のりがついてる、で体中に銃で撃たれた跡がいっぱいあって、そこは全部漏れなく血がついてるんで、先生が見て、え、あなた頭怪我したって言ったのに全然症状が違うじゃないのって言われて、すごく怒られたっていう経験がねあるんですけれども、まあ冷やかしだったら大変なことですからね。ただ僕は冷やかしではなく仕事で、怪我をしていたっていうことなんですけど、まあ、そういったことがあったっていうね。はい、マキコさんお大事にしてくださいね。足大変だと思います。ありがとうございます。では続きまして、ドン。私はよく怖い夢を見るのですが、松田さんが見る怖い夢はどんな夢ですか。カトリーヌさん、ありがとうございます。僕ねこれね、怖い夢あんまり見ないんですけど、まあこれ本当定番なんですが、あのセリフ覚えてないのに舞台の幕が上がる、これはもう本当によく見る夢です。特に舞台の出演が決まったりして、こう徐々にこうね本番が近づいてくると必ず見る夢だから、潜在的に多分恐れてるんでしょうねそれを。なのでありますね。で昨日だったかな、ちょっと変な夢を見て、でそれは舞台に出てるんですよ。でも稽古なんですよね。で稽古なんですけど、なんか切り合い、もう舞台の両サイドからブワーって走ってきて、真ん中でガガーンってこう剣撃をするようなねシーンの練習をずっとしてて、で僕は短い剣、あのこんな短いねアサシンダガーみたいなやつで戦ってる夢なんですよ。でそれでこうキーンカーンとかやってやってんですけど、夢の中ではそのシーンが近づいてるのに僕が間違えて長い刀を刺してるんですよね。でどうしようどうしようと思って、短い刀じゃなきゃいけないのに長い刀が刺さってると、でそれを相手もびっくりするよなとか、どうしようどうしようってどっかで変えられないかなってそわ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 してる夢。でも稽古なんで、まあとはいえ大丈夫だなっていうのもあって、まあちょっと怖い夢っていう感じですかね。はい、カトリーヌさんありがとうございます。では続いて、セリフを覚えるときどうやってインプットされますか。例えば頭の中で文字に起こしてから記憶する、映像を映像化して、内容を把握するなどなど、人間の得意とする記憶方法は人それぞれだというので、よろしければ松田さんの覚え方を知りたいですと。はい、ありがとうございます。俳優の方なんですかね。これね、まあ、僕はねかなり、真正面から捉えてて、まず台本にいろんなこうニュアンスとか、ここが大事だな、ここが伝えたいな、こう伝えたいな、こう表現したいなっていうことを台本にザーッと書き出すんですよ。
でそれをバーッと台本に書き足した上で次にやる行動としてはその台本の内容を全部ルーズリーフに移し替えます。もうルーズリーフですよ、あの受験生とか高校の時にね使ったような。でルーズリーフに移し替えて、でそれを全部役名も書くしそのままセリフも全部書いて、人のセリフももちろんね全部もう丸ごとその僕が出てるシーンは全部ルーズリーフに移し替えて、でその状態で元の台本は見ないでもう一度ここはこうだなああだなの作業をもう一度するんですよ。だから同じ作業を二度するっていう感じなんですけど、その作業をもう一回するともう一度初めて見るものじゃないけれども初めて見るかのようにアプローチをするわけでしょ。そうするとまたね見え方が変わってくるんですよ。で前回はこここうしようっていう風に書いたけどあれ違うなって、こうするのもありだなっていう風になってくるんですよね。で得てして2度目の方が深く見てるんですよ。でその深く見ている目でもう一度、書き込みをして、で自分が書いた字っていうのはやっぱりね頭に入ってきやすいっていうのがあって、でそれでもう一度入れ直すっていう感じですかね。うん、でそうやって入れたものっていうのは特徴があって出にくいんですよ、出て行きにくい。なので例えば撮影で長ゼリフを話してる最中に何かとんでもない物音が鳴ったりとか、なんかあるじゃないですか、ハプニングまでいかないちょっとしたハプニング、遠くの方でサイレンが鳴ってて、あこれサイレンでカメラ止まるんじゃないかな、撮影止まるんじゃないかなと思ってたら止まらなかったりした時のちょっと心ここにあらずな感じでもセリフがしっかり出てくるぐらい入れとかないと、遠くでサイレン鳴ってたんで全部セリフ飛んじゃいましただと大変じゃないですか。なので、まあ、体に染み込ませるという意味で僕は書くことが多い。で書いたものをペタペタにこう畳んでポケット、いつも右の後ろポケットに入れていつでもどこでも出せるようにして気になったら出してみるっていうことを常に、何の仕事をしている時にも必ず右の後ろポケットに台本が、その時取り組んでる役の、次の撮影の時の台本が必ず入ってるっていうのがあるかもしれない。はい、これでご質問者の方お名前なかったです、ありがとうございます。はい、ということで、この辺りまでとさせていただきましょうかね。で皆さんにねちょっとねこれめっちゃ残念なお知らせが一つあって、今日の出来事なんですけど、前回ね収録のアートの夜出したじゃないですか、ひまわりの絵、ひまわりの絵の色付け前まで行きましたけど、あのひまわりの絵の色付けの動画を全部撮ってあったんですが、それがね実は今日消えちゃったんですよ。でそれがなんで消えちゃったかっていうと、僕はね SSD って言って外付けハードディスクのものすごくハイスピード版、光でやり取りするやつで、使ってるんですが、その SSD に入れてたものが、まあ、SSD 自体がいっぱいになったんで、あ整理しなきゃと思って、で過去の YouTube とかをいろいろこう消したりなんだりってしてたんですよね。でそれを消したり消したりってしてて、でこれは残さなきゃこれは消さなきゃこれは残さなきゃをやってたら、あの色をつける前のやつを残しちゃって、で色をつける前のやつを残しちゃって色をつける工程のやつを消しちゃったんですよね。そう、あ今コメントがね反応が来てますけれども、あカトリーヌさん、松田さんなんか今日すごくお疲れですかねと、あそうですかね、まあ確かにちょっと疲れてます、一日中今日編集してたんで、はい、そう消えちゃったんですよ。なのでね色をつけるやつがちょっと出せなくなっちゃったんで、申し訳ないんですけれども、まあまたねどういった風な流れで色をつけたかとか完成品の写真はあるんで、それをお見せしながらトークをする回はねあったらいいかもしれないですね。ゴミ箱にも残ってないんです、ゴミ箱自体もねもう自動で空にする設定にしてるんで、復元ソフトでも復活しませんね、もう消えちゃったんで完全に消えちゃってるんで、そうなんですよ。土曜期間ですから、どういう意味でしょう、残念でしたと。そうなんですよね、残念、申し訳ないです、消えちゃいまして、はい、今日なんか T シャツがやたら光ってますね、なんでだろう、白すぎんのかないつもより。
うん、はい、残念です残念ですと本当ごめんなさいね。もう本当にアップするの楽しみに僕もしてたんですけど、うーん、もしかしてと思って見たらもうねなくなっちゃってたんですよね。はい、申し訳ないです、はい、ということで、今日ね決めました、今日ねアートな夜は絵を描くんですが、羽ばたくは一旦置いときます。羽ばたくを一旦置いといて、これね、こやつですね、こやつを一旦置いといて、でちょっとね別のことをやります。それがね、そうですね、うん、別のことをやろう。今直近でやらなきゃいけないことがもう一個あって、でそれがあのね、今月の半ば、まだ番組名とか言えないんですけど、今月の半ばにあるね釣りの番組のロケが入ったんですよね。でその番組のロケっていうのが、まあ、結構ね僕はもう以前出させていただいてすごく好きな番組なので、お気に入りのね服とか装備とかで行きたいんですけど、基本的に、今回ねウェアは全部番組の方で用意してくださることになったんで、で部屋の中とかでねお料理作ったりとかするシーンだけ、自分の衣装を、着てきてくださいということなんで、まあそのね釣りのロケで着る服を、デザインしていきたいなというふうに思います。でそれが、撮影がね16とか7とかから始まるんで、まあそこまでに間に合うように作っていくという感じですね。うん、でそれがね結構大きな2時間のスペシャルとかなんで、まあ、番組名はねまだ言えないんですけど、結構長めのね、しっかりした尺のものなんで、まあ、せっかくなんで、心を込めて、僕は自分でね作った衣装で、撮影に挑みたいなというふうに思ってますんで、それを今日ねちょっとデザインしていきましょうか。はい、クリオネグミさん、デザインしちゃうのと、うん、はい、まあねせっかくなんで、作ってしまおうかなと思って、まあフィッシングライトのね新しい新しい T シャツ、新しい衣装を作るような感じで、作っちゃうっていう感じなんですけど、まあねとりあえずまず2番カメラにして僕ここを出しておいて、でここで描いていこうかなというふうに思いますが、急にここに描いたらこれ本番なんでどうにもならないんで、なんかイメージを、ちょっと考えて、で今日と次の2回で完成させるようなイメージで今考えてます。多分2回ありゃいけるだろうと思うんですよね。うん、これだな、これちょっと汚れてるんですけど、まあこれ、せっかく汚れてるんで、練習用にします。で、あ、こっちのカメラの方がもしかして見やすい、うん、あ、これの方が見やすいですね。で、どんな感じでいきましょうかね。今コメント見ながら、お話をしてます。ちょっとパソコンをこっちにした方が何見てるか分かりやすいのかな。うん、池の水できませんよ。はい、どんなイメージに描かれるのかというね、イメージね出来上がってないです、アツコフルンさん。なので今こんな感じなんですけど、今日と次回でできるぐらいにはなるかなというふうに思ってるんで、でそれこそ皆さんね、もしこんな風に描いたらどうっていうのがあったら、あ、ズンチャチャに変えましょう、お絵描きなんで、ほっは、うん、そう、みんなね、もしこんな風なバス君、バスちゃん、恋バス君、まあ恋バスなんですよ、僕としてはテーマは恋バス、恋をしているバス君、ドゥドゥン、恋バスですね。これがまあメインのテーマではあるんですが、前回は男の子が女の子に恋をしてる、ものだったんですよね。で、うん、何かな、まあ、男の子がね女の子に恋してるは全然僕はそれはそのままでいいと思うんですけど、うん、なんだろうな、なんかこんな風なものを書いてくださいっていうのがもしあったら、チャットにね、チャット欄に書いてもらえれば僕そこから抜き出しますんで、うん、そう、せっかくなんでね、みんな参加型で一緒に作った方が面白いかなと思って、
風呂バス。バス君は決まってるんですね。まあそうですね、バスはバスで行こうかなと思ってます。うん、なんでかというとフィッシングライトのねロゴをどうしても入れると思うんで、バスだった方がいいなと思うんですよね。まあ、シーバスとかでもいいんですけどね。シーバス今編集してる動画シーバスなんで、ちなみに、うん、物陰からチラッと見てる控えめなバス君、ポンポンさん難しい。ストーカーかって言われますよ。あ、手をつないでデートしてるりょうさん、あ、それかわいいな。うわ、それかわいいですね。それはじゃあもう正面からの絵になるのかな。正面からでこう手をつないでるってことですよね。でこうまあ目があって、本当僕こういうあの適当なタッチで描いてる時って本当絵描ける人間なのかと思うぐらい下手ですよね。九太郎みたい、お化けの九太郎みたいになりましたけどね。うん、こんな感じでしょ。そういうことですよね、多分。でこっちバス君、まあ、バス君どっちがいいんだみたいなのありますよね。皆さんあるでしょきっと。私はこっちがいいんですみたいな。ちょっと待って、え、俺画力落ちてますね。やばい、画力が著しく落ちてる気がする。これは足じゃないですよ、これ油びれね。うん、ちょっとこれやばいですね。これやばいな、これはちょっとやばいな。一応ね手をつないで、うん、はあ、これちょっと、うん、これちょっとやばいですね。これは難しい。クリオネグミさん、魚の正面は激ムズですよ。いや激ムズですよ、今僕それをね痛感してます。顎描いたらいいのかな。いや余計おばあちゃん、おばあちゃんに近づきましたね、これ。おばあちゃんとおじさんのデートみたいになってしまったけど、どうしよう、難しい。頬をあからめたらいいのかな。そういうことでもない。あ、でもちょっとデート感出ましたよ。ほら。これちょっとデート感出たんじゃないですか？ほら。ちょっと。これやばい。僕の史上最も緩いですね、きっとね。何？え、花？花、いや、花はいらんか。どんどんドツボにはまりそうな気がするね。ちょっとやめとこう。これかわいいな、うん。これはこれですごいかわいいですけどね。この T シャツ作ってたらゆるいでしょうね。面白いけどな、これ。これね、清書したら多分ね、この良さって多分なくなるんですよ。これは面白い。魚の正面ね、それ魚くんさんはお上手なんですね、やっぱり。これ面白いな。これどうしよう。バスに全く見えないんですよね、まず。どうしたらいいんやろ。どうしてあげたらこの人たちは成り立つのか。いや地面いらんな、これ。地面あっても全然何のリアリティもないですからね。どうしたらいいんだ。僕絶対絵下手なってわ。こんなことありますか。あー、下手。羽ぼうき使うのもったいないぐらいのレベルの絵ですからね。ちょっと今消しゴムで消しちゃったところだけね。ちょっと、はあ、おかしい。はあ、絶対絵下手なってんなこれ。やっぱりね、絵ももう運動と一緒ですから、こう久しぶりにやるとね落ちるとはいえ、まあちょっと落ちすぎか。ちょっとね、ちょっと寄せとこ。面白いですねこれ。いやー、おかしい。歩いてませんってマッチーさん。確かにこれね、足いっちゃいますよ、油びれですからね。
あ、そうか、地面描いたら歩いてるようになるのか。そういうことや。僕がさっき地面描いたからですね。これだから海藻とかがあったらね、海藻とか水草ね、があったらまあそういう風になるのかな。いやー、おかしい。花束を渡すバス君の感じで向かい合ってるのは、なるほど、ひとちゃんさん。はあ、おかしいな、ちょっと。じゃあまあまずこれが一つでしょ。で、花束を渡すバス君、ここね、書きますね。花束を渡すバス君もまあ定番なんですよね。僕の書くバス君のイラストの中では定番。まあまあこう手があって、で、まあこの辺かな、この辺からこうあって、あ、尻尾が書ききれない。ちょっともうちょっと、いやほんま絵下手なってんな。書き続けなあかんねやっぱり。あ、おかしい。今日じゃあどんな絵にするかだけ決めちゃって、次もう一気に本番仕上げちゃいましょうか。でも花束を渡すバスで向かい合おうと思ったらちょっとサイズをシビアにいかないあかんってことですね。なのでこれぐらいで、こういうことか。これでいいんだな。これこういうこと。プレバトでね、あのフグっていう風に言われちゃったんですけど、バスですよ。1,2,3,4,5,6,7 と、でこうもじゃもじゃっと柄があって、こんな感じで、これもヒレですね。なのでここにヒレはいつも描いてるものを描かないと。で眉毛はねしっかり描いて、チュンチュンチュンと、で頬をあからめて、ここには花束を持っている。ここ花束ね、花束を持っていて、でお花がここにあって、あ、このシリーズはでも可愛いですね、確かに。でここに女の子のバス君、バスちゃんが、女の子のバスちゃんがここにいて、でこんな感じでいて、あ、もうちょっと背中がこうなってた方がいいのか。ちょっと尻尾描ききれなかったですけど。で、ここにヒレがあって、これ受け取ろうとしてるとかっていう話になるとまたちょっとね、ややこしいんで、ちょっと一旦それは置いといて、で、1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個にして、で、こんな感じ。でちょっと向きを変えますね。こんな感じにしといて、ちょっと引きましょうか。こんな感じにしといて、でちょっとこう女の子はま可愛く描いて、でここにほくろを描いてね。あ、可愛いですね。この感じも確かに可愛い。女の子がこう待ってるんですよね。で、好きですとかって言いながらこうお花を渡してると。あ、可愛いですね。これ結構可愛いですね。こう見ていただくと、まあもうちょい引こうか。こんな感じ。これは可愛い。ただ構図がちょっとね、これだと横に広すぎるっていうのが。ありますよね。どうやったら成り立つのかな。まあ、周りに応援してる魚たちを描くとかね。でもう少し縦長にしたらバランスを取れるのかな。アイアイガサ、アイアイガサ可愛いですね。まあそもそも水中にいるんですけどね。そもそもこの人たちは水中にいるんですけど、アイアイガサというね、雨が降るというもう発想が豊かですね、皆さん。はい、なので、じゃあアイアイガサバージョンね。アイアイガサ、向こう向いてた方がいいのかな、尻尾が見えた方がいいのかな。
じゃあどうしたらいいのかな。ちょっと今僕完全に考えて、書いてみますね。こうやってまあバース君がいると、バース君がいて、でこうあって、こうカサがね、カサがこうあると、でちょっとキザな感じで差し出してあげてると、そこに一回り小さなバスちゃん、女の子のバスちゃんが一緒にだから泳いでるんですよね。こうなってて、でこうなってて、うん、こうでしょ、でこうでこうで、でここのバスちゃんはこんな感じで唇をちょっとテリッとさせて、ほくろがあってシュッ、うん、あ、いいんじゃないですか、こんな感じ。この傘を差してあげてる手があって、ここに傘があって、うん、悪くない気がしますね。うん、うん、で地面がまあこの辺にあって、で二人の歩く先に水草が生えていると、うん、で、まあ、傘差してるんでちょっと変なんですけど、まあ、その辺に魚とかも泳いでて、あ、アイアイ傘かわいいですね。でこっちとかに魚が泳いでて、うん、うん、悪くないですね。うん、これ可愛いですよね。ちょっとこうエスコート気味というかね、まあ、構図で言うともう少しね地面がねこの辺にあった方が多分可愛いんですよね。この方がバランスがね多分いいと思います。ほ、こんな感じどうですか。うん、あ、これ可愛いですね。アイアイ傘バージョン、雨が降ってても釣りできるよっていうね。うん、そう、あ、これかわいいな。まあ果たしてバスがこうやって傘持つかどうかは分かんないですけどね。これは別として、まあ持ち方としてはもうこれしかないですからね。うん、ヒレをこうくるりんとこうね、こうなんていうんですか、こっちがくるりんとこうヒレをしてるんでしょうきっと。で傘の栄養を持ってると、うん、あ、これかわいいな。うん、これはかわいいですね。あ、は、傘の代わりにハスの葉、なるほどね、トトロみたいなことですよね。うん、なるほどな。どっちがいいでしょうね。ハスの葉バージョンはまああってもいいかもしれないし、傘っていうのはね人工物だから余計になんかちょっと違和感があって可愛いのかもしれないし、うん、うん、でもまあ世界観としてはちょっと可愛いですよね。ちょろちょろさん、男の子と女の子のバスちゃんが、ハートをたくさん抱えて嬉しく飛び跳ねてる可愛いバスちゃんとか難しいかなと。ハートたくさん抱えて、なるほどな。あ、小杖さんこれ好きですと。あ、よかった。全部書いてほしいなって全部書いたら大変でしょ。どれかね1個か、まあ多くて2個。うん、
ああ、エリエリさん、そんなこと言い出したらお花も持てませんって。まあね、そりゃそうですよね。まあ短いですからね、ヒレがね。この短いヒレで果たして傘が持てんのかっていうのがね、どうしてもありますけど、まあそれ一旦置いといたとして、書くならばちょっと可愛いかもしれないですね、これは。はい。これ、僕は結構ね、いいかなと思ってますよ、今。なんかね、この女の子の安心したようなこの表情もね、いいですよね。なんかこう、ちょっと安心してるじゃないですか、表情がね。そういう、うまく描けたなと思います。はい。まあね、あとどれかな。月城さん、彼女にめっちゃ話しかけたくてもじもじしてるバス君。まあね、さっきのあの物陰から見てるに近い世界観ですよね。なんでしょうね、もう校舎とか書きます。校舎、なんかこうなんかあるじゃないですか、このこの門がこうあって、ここなんとかなんとかかんとか学校みたいなのがあって、この辺にいるわけでしょ。ちょっとまたどうしてもね、ちょっとさっきの流れを組んでしまいますけど、どうしてもこのお化けの九太郎になっちゃうんですよね。あ、これダメですね。これはボツりましょうか。やばいやつですよ、これ。校舎の塀からやべえやつが覗いてるっていうね。この。あかん、僕、正面の魚、こんな下手か。しかし。正面、難しいですね。みんなほんと魚ってどうやって描いてるんだろう、正面のね。絶対お化けになるんですよね。ちょっと一回真面目にちょっとここで一回切ろう。ここで切って、ちょっと上で真面目に前から見たバス、ちょっと一回真面目に描いてみますわ。こうでしょ、もうちょい太い方がいいのか。で、まあ、眉毛ある時点でちょっと真面目にっていうのはちょっと違うんですけどね。で、まあ正面から見てるから目はちょっと細くない。まあリアルか。ちょっと、怒ってるみたいですね、ちょっとね。あ、この口がオバキューなのかな。口で急にオバキュー感が出てくるんですよね。で、もじゃ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 。あ、もう全然ダメだわ。ほんま、魚を正面から描くのこんな下手なんですね。ダメですわ、もう全然描けない。もう全然ダメですわ、魚に見えない。あか、ちょっと魚正面、写真ちょっと見ようか。写真見ましょう。無理ですよ、こんなことを続けていたんでは一向に決まらない。で、確かにね、僕もね、正面の絵は欲しいんですよね。ちょっとスマホで調べますね。例えばじゃあ、ピンタレストとかね。ピンタレスト使いますからね。どこだ？ピンタレスト、ピクスアートですね、これ。あれ？ピンタレストない？あれ？ピンタレスト入ってたはず。あれ、俺ピンタレスト入れてませんでしたっけ。まあいいか、魚の正面、魚顔正面とかで調べましょうか。ピンタレスト入れたと思うんですけどね。魚画像、あ、ブラックバスイラスト、
照明、あ、そんなん入れたら出てけへんか。はい、この中でね、まあ今ザザッとこう出てるんですけど、まあ、ここから正面のもの、まあやっぱみんな正面難しいからやっぱ正面避けてるんですよね。うん、すっごい正面避けてる。あ、これはまあ比較的正面に近いですけどね。ただまあ土正面かっていうと土正面ではないっていうね。はあ、あ、結構みんな正面を避けとるな。お、これかなり正面じゃないですか、これ。これかなり正面ですよ。こんなやつね。なるほどな、口がすごい受け口なんですね。でもこれこんな風に描いたら可愛くないからな。やっぱり僕可愛く描きたいっていうのはあるんで、あ、これ面白いじゃないですか。タバコ吸ってます。これ可愛いですね。水の中でタバコ吸ってるっていうね。何が違う？あ、これはでもサングラスにちょっと逃げてる気がするな。サングラスじゃなくて正面。あ、でも本当これだけバスのイラストがあるのに、あっと、おお、これだ。これこれ。これかなりの正面ですよ。あ、なるほどね。これちょっと、うん。これスクショしましょう。カシャ。うん、これはいいですね。うん。ただこれ僕のさっきのオバキューにそんなね、そんな変わらないですよね。目の位置が低いのか。なるほど、ちょっとこれ見ながらね、ちょっと一回描いてみますね。なので、まあこうちょっとなんていうのかな、下膨れに描いて。で目の位置が真ん中ぐらい、うん、この辺にあって、ヒレはここにあると。でまあね、縦にこうなってますよというのがあって、で僕がどうしても描きたい眉毛はこの辺に描いといて、うん、で目は結構離れてるんですね。で鼻を描くのがミソかもしれない。で鼻を描き、でやっぱり一緒な気がしますね。あ、ヒレ描いてないからか。ヒレ描こう、ヒレ。ヒレよね。うん。ヒレをどう描くかで。あ、ヒレがあったら急に魚感出ますね。うん。どうですか。一応魚には見えますよね。うん。さっきまでは魚に見えなかったんで。そっから考えるとだいぶ前には進んだ。ただ可愛くはないんですよ。うん、僕が求めてる可愛さではない。だからもうちょっと丸い方がいいのかな。うん、丸ければいいのか。どうなんだ。うん、難しいな。でもまあやっぱりね、せっかく描くからには可愛く描きたいんで僕は。で可愛くということを考えると、やっぱり丸みがもうちょっとあった方がいいのかな。そうですね、ちょっと丸く、うん、うん、丸すぎるか。あー丸すぎる。止めたい、止めたいけど止まらない。あー丸すぎる。あー丸すぎるな。もう危険な香りしかしないですもんね。だからこれぐらいか。うん、で下膨れにしちゃうっていうのが多分ねいいんですよ。ちょ、化粧もちぎる。下膨れ、完全なる下膨れですよね。この下膨れにすることによってきっとね、可愛さみたいなのがね出てくると思うんですよね。これでね、あの、思い切ってもっと目を下に下げてみるっていうのも手ですよね。
眉毛をちょっとね細めにします。うん、なんかニンニクみたいになってきましたけどね。で目をちょっと離れて、で、あ、ちょっと可愛く描いてしまったけど、まあまあまあ一旦ね、一旦、一応これの男の子です、バス君の方ね。多分違いますね。やっぱ魚を正面から描くセンスがもう多分ないんですね、これ。絶対にない。何これ、何が違う、何が難しいんやろ。ここがこう丸かったらいいのかな、丸くてそこにヒレがポンと立ってたらいいのかな。もういまいち何が難しくて苦しんでるのかもよくわかんないですね。難しい、魚舐めてましたね。いや難しいわ。うん、まあ、あんま変わらないですね、背びれがあったところでね。あ、もう52分、1時間の壁画というお話がねありましたけれども、まあでもそれで言うとやっぱさっきのね、これこのアイアイ傘はまあ僕はすごく好きです。アイアイ傘とあと花を渡してるやつね、花を渡すシリーズ。だってに人の顔やってマッチーさん面白い。そうですね、ニンニクってエチャーマンのママさん、ニンニク言われてる。長沢くんってね、クリオネグミさんありがとうございます。ドリリンさん、シモブクレシルブプレってフランス語じゃないですかそれ。エクスキューズミーですよね。眉毛があるから他の生き物っぽく見えちゃうんじゃと、アキラさん、いやそうなんですけど、眉毛ないと僕が描くバス君にならないんですよね。だって見てくださいこれ、ほらこれを見たらもう眉毛を否定することはできないでしょ。これを見ると、あ、これ確かに松田聡の描いたバスだなっていうのが分かるじゃないですか、こうパッと見ただけで。それが欲しいんですよね。僕のテイストなんですよこれが。なので入れたいなと。ちなみにこの眉毛はどっから来てるかっていうと、これ皆さんね、あの後でググっていただきたいんですけど、お坊ちゃまくんから来てます。小学校の時ね、僕漫画クラブでお坊ちゃまくんむちゃくちゃ描いたんで、その頃のお坊ちゃまくんの眉毛が僕すごく好きで、描いてます。実際はね、もう少しね、なんていうのかな、こんな感じなんですよ。こういう感じの眉毛で、で目はちょっとねあんまり描いてないんで覚えてないですけど、そう、まあこんな感じの目だったという。そう、このお坊ちゃまくんの目ですねこれ。しかしね、目が難しい、目が難しいじゃない、正面顔が難しい。なんかうまくいく方法ないかな。こういうバス、まあ、これ可愛いですけどね。これはもうこれでこれで完成でいいぐらいの緩さですよね。これで完成やったら僕はありやと思うんですよ。もう緩さ的にもう落書き、ラフ画でさえないですからね、落書きですよねこれはもう。なんか買いに行くんでしょうねこのまま2人でね。改めてね皆さん見てもらいますけど、このね、多分この後2人で何か買いに行くんですけど、絶対ねなんかあの必要なものとか忘れてきてるんですよね。あれ忘れた、これ忘れたとかっていう感じがありがちな2人ですよねこれきっとね。
いやー、しかし難しいな、この正面。で、あともう一個はこの花束ね、花束バージョン、これね、こっちだけ、この花を渡す男の子だけとかやったら、まあ変な話ね、すぐ構図もいい感じの構図でドンと描けるんですけど、向かい合うとなるとすごくね、横長の構図になっちゃうんですよね。なんかハートで包みましょうか、ここ。もうハートで包んで、ゴーンとここにハートが大きくあって、でハートで包んで四角い横長長方形の構図にしてしまうっていうのは、まあありですよね。そうですね、それだったら成り立つかなというふうに思います。まあでも可愛いですけどね、こうやってなんか渡してる感じね、この子たちに。まあ、前回のデザインで言うと、男の子が女の子のことを考え、彼女のことを考えて頭の中に描いている想像だったものが、今回はもう合ってるわけですからね、2人が。それは可愛いですよね。あ、階層でハート、なるほど、階層でハートね。はい、ということで、ちょっとね、次回、ちょっと一回羽ばたくを置いといて、ちょっとこのねバスのデザイン、次回と、その次ぐらいかな、2回を使って2デザイン作ろうかな、じゃあそれだったら。これとこれベースと、アイアイ傘ベース、あみだくじがどうしても出てきちゃいますけどね、アイアイ傘ベース、これベースね。で、2デザインちょっと次の時に大急ぎで書きます。で、これはちょっともう忘れてくださいね、このやべえやつの存在はもう忘れちゃってください。校舎の陰からもう、あんなんで出し取ってるっていう顔してますけどね。ちょっともう面白いですね、このバスの正面の顔ね。はい、はい、ということで、正面カメラ戻します。そして、音楽をエンディングに、しますね。はい、ということでね、今日、すいませんね、羽ばたくいけず、で後でね、サムネちょっと変えとくかもしれないです。ちょっとあれだとね、羽ばたくの続きが見れるんだと思って、見てくださる方がいるかもしれないので、なので、こんな感じで、今日は終わらせていただきます。で、次回、まあ、近いうちに、早いうちにね、できるだけ来週早々にもやりたいんですけど、次回とその次で、できれば2個にデザイン作っていきたいなというふうに思います。はい、なのでね、そのあたり楽しみにしててください。で、もし下書きのね、面白、まあこの子はね、もうこの子たちに関してはもうこれで完成でもいいぐらいなんですよ。あ、見えないか、明るすぎてね、縦の手をつないでるやつね、これはもうこれで完成でもいいんで、まあ良きようにちょっと後で考えます。はい、ということで、次回ね、この続きやっていきたいと思います。羽ばたくちょっとお待ちください、イメージしっかり固めて、リスタートしたいと思います。ということで、今日はね、この辺りまでとさせていただきます。で、今日ごめんなさい、この後ね、ちょっと出かけたいので、スナックはね、ちょっと今日はできないです、申し訳ない、ビレッジのみんなね。はい、なので、今日はこれで、お家させていただきます。はい、ということで、よろしくお願いいたします。今日もどうもありがとうございました。コメント等々お待ちしてます。全部読ませていただきますんで、ありがとうございます。明日も一日頑張りましょう。あ、今日祭日だったんですよね、そういえば。はい、ありがとうございます。